はい、授業を始める。アプリケーション出せないの。お待ちください。アプリケーション、なんだこれ。目が悪くてすみません。メガネ変えます。見えない画面が。こんな感じか。見えた方がいいのかな。行きます。あれ、授業なんですけれども、調味料、その他料理の計量カップなんなり、算数の数字が応用されていると基本であると。小中学校の義務教育のレベルなので、まずまさかとは思うけれども、算数計算ができなくてケーキが作れない女子が多発してるのかな、勘ぐっているわけで、まあ1対1対1、でも何かというと、まあ大さじ1大さじ1大さじ1であるとか、小さじ1小さじ1小さじ1、どっちかというと計量の量の方でするとそのミリリットルのベースで180ミリリットルの1カップ、180ミリリットルの1カップ、180ミリリットルの1カップ、1対1対1。まあ例えると砂糖大さじ1杯、砂糖大さじ1杯、砂糖大さじ1杯、お玉で擦り切れ1杯、お玉で擦り切れ1杯、お玉で擦り切れ1杯。まあ水溶液中のもの、水であるとか調味料の醤油みりん系は、酒もそうだけれども、お玉1杯、お玉1杯が何ミリリットルはそれぞれ違うわけで、水を足すときにお玉を基準に、なんかその1対1対4にすると、醤油、みりん、水が4杯と、お玉すり切れに対してね、まあ要するにその大さじすり切れみたいな感じで、まさかとは思うけど、中学校、小学校の義務教育すら忘れてるおっさんであるとか、バカな女子が料理の本を読めない。例えばその2割というのは 20% のことであって、2割 20% というのは、まあグラム中で 100g のうちの 20g、これ2割。20%、 小数点で 0.2 ということ、1が全体量で、で2割の反対が 80%、 100% に対してな、8割、まあ8対2、まあ10人中8人がよく働かない従業員で、2割がよく働く従業員だみたいな、そういうやつ、パーセンテージ割、これをその量で見るのかグラムで見るのか、
それぞれあるけれども、別に料理でケールカップチーズ使ってもしょうがないので、例えば肉が熱を加えすぎると縮んでしまう、野菜も水分が蒸発して新鮮な生野菜を入れた時よりもフライパンで熱した方が縮むわけなので、最終的な皿に盛った時の彩りもしくは量を何割何割、野菜8割肉2割であれば、出来上がった後の水分が蒸発した野菜、肉が熱で縮まった具合で、食の皿の上に盛った彩りで計算する。例えば緑の葉物が8割のサワーの面積を占めている、面積率ってことかな。面積っても上だけ表面隠してもダメなので、そこの方に至るまでどういう量で乗っているか、例えば麺があって上に野菜が乗ってると表向きそうではあるが、ほとんどが炭水化物のうどん麺ってことになる。なので全体量として、まあ、容積としてそれぞれの割合を考える。他、3分の1カップという表現があるが、これも小中学校の義務教育のレベルであって、3分の1カップ、カップというのは、まあ、180ml が基本である。なぜかというと一升瓶が 1.8L、それを10分の1にしたもの、まあ、1マスということだ、大マスに対して1マス、まあ、この 180ml というものが、あの米を炊く時のね、あの米の米びつの基準にもなってる。うん、まあ、要するに 180ml のカップに、あのまあ、その炊飯器の中に水を入れて炊く場合には、この 180ml というのが1合となってる。これはミリリットルの表現ではあるけれども、米粒が 180ml の容器にすり切れで1杯、それをご飯を炊く時の1合という、要するに2合であれば 360ml になる。で、3分の1カップということであれば、水の量、水溶液中、もう要するに調味料とこの液状のであれば、これは 60ml。 まあ計量カップのステンレス製のものであれば内側に目盛りがついているので 60ml のことである。3分の2カップで 120ml、 単純すぎるな。スーパーでの表示のことではない。他にあるのが、まあ、少々という言い方であるが、少々というのは、まあ、各家庭好みがそれぞれあるので、それぞれの好みに合わせて少々である、まあ、いわゆる一つまみということかな。親指と人差し指一つまみ、それをポッとかける、まあ、胡椒を軽く振るとか、うん、そういうことだ。そして調味料というのは一種類ではないと言われる。要するにその調味というのは、まあその複雑な配合状態になっていて、混合された、混合されたなんていうかな、知恵というのかな。なので、まあ新米の主婦さんが下手であれば、若い頃何もやってこなかったんだろうと、カップ麺の食事で満足していたかと、非常にくだらないわけで、そういう女は出産もできない、あえて奇形児を産んでしまうので、よく気をつけるように。